たまらんべ、不動不動ちゃんたまらんべ、ふう。新人さん明日来るよ。はじめ、もともとね、先輩なりまち、なってましたけど、デバイスのね、ちょ、直属のね、後輩なんですよ。うちね。ということで、改めまして、皆さんこんにちは。フローグローのリーダー、磯木理央奈です。ニーコタンが、来たニーコタンが来たホロライブデバイス、フローグローの、お笑い担当、小金井ニコです。はーい、ということで、スピショースーの充電足りてる？ホライブデバイス、フローグローの偉い宣伝担当、水宮スーです。スーちゃんは強くて、偉くて、とってもまとも枠です。いなくない？おい、あ、よいしょ、こんばんは。改めまして、リンの千早と申します。本日は、私の初配信にお越しいただきありがとうございます。みんなー、はじめまして。やっと会えたなービビー、いつもキラキラなキキララビビです。わー、トドロキの姉子。いや、トドロキの姉子とは呼ばれないんじゃないのか。どうなんだと。え、でもはじめ、見た目がめちゃくちゃ好みの子がいて、いや、みんなね、みんなすごいかっこよくて可愛いんだけど、てかもうはじめのなんか好みドンピシャみたいな、なんかこうユニット感的に曲もね、曲、今日ねリリースされたんですよ。不動不動ちゃんのあのデビュー曲、ラップでめちゃくちゃかっこよくて、はじめのめっちゃ好きな感じなの。もう何もかもが好みや、不動不動ちゃんの。お洋服も好きだしやん、なんかそのデザインもなんかめっちゃ好みだちんやん。曲もめっちゃ好みやん、ね、めっちゃかっこいいやん。はじめラップ好きやからさ、なんかラップ教えてほしいなって思ったん。もうちょ、先輩が大きくなったね。いや、まあやっぱね、もう1年も経てば先輩ですよ。はじめが一番見た目がドストライクの子誰やと思う？お、ちーかーい、ニコタン。ニコタンめっちゃかっこいいや。ニコタンのあのルックスめちゃくちゃ好きなんですけど、トララチかっこいいや。あの新人ちゃんとさ、どうちよ、どういう感じで言ったらいいのかな。オダオダ系で行く。オダオダ系にゃ。おい、おどでだ。わいが何か分かっちょんのが。お、番長やぞ、こちとだ。おのでだ。なおなどで。おどでだ。こういう感じや。お前だ。番長の何にや、番長の背中見てたかって。ちょ、背中見てたかはちょっと違うわ。西谷みたいに行く。西谷みたいな感じってどんな感じ？たまらんべ、不動不動ちゃんたまらんべ、ふーみたいな感じや。変態やと思われるやん。近づかんとこって思われるやん。戦おうや、まあ、不動不動ちゃん戦おうやって行くにょ。わいは、不動クロちゃんとラップバトルしたってたまらんのじゃって感じや。バッチリや。いや、バッチリじゃないだと。それで行こう。いや、いけないだろ。いけねえよ。ドン引きされるよ。ね、仲良くできるよね。きっと仲良くできると思ってまっちゅけれども。なんかじゃあ、ご飯とかってじゃあ、やっぱ初めから誘った方がいいのかな。誘っていいのかな。でもちょっと5対1はちょっと、5対1はちょっと緊張するからね。なんか、やっぱ1対1がいいよね。ちょっと
え、ちょ、なんか答えちゃちょっとなんかちょっとあれだもんにゃ。でもちょっとなんか始めちゃなんか前も言ったんだけどさ、なんかなんか割と自分がちょっとなんか一番下っていうかみたいなところでなんか生きてきたからさ、なんか後輩ちゃんとかさ、なんか接し方があんまりわかんないんだよね。普通にそのまま先輩方と同じような感じでいいのかな。どうなんだろう。そのままでいいのかな。こういうことをなんか配信で相談していいもんなんかわからんけど、心がね動かされて行動を起こしたりとか、その日からの景色が変わったりとか、まあ、そういうことを全部青春って言うのかなって思ってます。はじめ理論。